こんばんはーす。どうもです。生配信久々の第2弾ってことなんですけど、ちょっとさっき設定ミスってて、どうやらあの自動録画自動配信スタートのボタンがオンになってなくて、前オンだったのにクソと思ってですね、実は一通り喋り終わった後に気がついて、ちょっと第2ラウンドって感じで、頑張ろうかなと思うんですけど、すいません。なんで8時から実は喋ってたんですけど、ただずっと独り言を言ってるだけだったというね。まあいつもそんな感じなんで全然気づかなかったんですけど、まあちょっと一個ずつ勉強をさせていただいてますという、ところで、今回はですね、政治系じゃなくて、趣味のですね、まあどっちも趣味なんですけど、歴史系古代史の方に行こうと思います。だけどこっちも相変わらずのど素人ですんで、まあなんで詳しい方いたらですね、まあガチで、そういう、教え合いっこできる友達とかできたらマジで嬉しいんで、こう根拠を添えてですね、できるだけ、教えていただけるとありがたいかなと。なので僕もあのゆっくり解説とか好きな本とか読んで、あこれはいい証拠だなと思ったら、それでねこう頭の中で、証拠証拠証拠ってインプットして、妄想をね膨らましてるだけでございますんで、当然ながらちょっと大抜けだったりね、そういろいろあると思いますんで、ご了承くださいという感じで、まあ素人妄想だけど一応根拠をねベースにしてますよと、政治系と同じく、そして詳しい方いたらよろしくお願いしますと、いう感じでございます。まあちょっとインプレッションも、狙っていこうかなということで、日本史空白の150年謎の4世紀って聞いたことありますかね。まあそういう話があるんですけど、まあおそらくワンピースのですね、空白の100年ロビンちゃんがですね、あのポーネグリフをあのでっかい巨石をね見て読める読めるってやってるやつの元ネタだと思うんですけど、まあそれね、ポーネグリフでっかい石のこうね文字が刻んであるやつみたいな感じで、こっちの実は日本史空白の150年謎の4世紀もですね、皇太道王妃またはね皇太王妃と言われるですね、石にがっつり書いてあるんですよね。しかももう読めてます。なんで、もうネタバレしちゃうと、日本史空白の150年謎の4世紀空白じゃない説は皇太王妃に書いてありますというね、すごい簡単なシンプルな話なんですけど、まあじゃあその謎の4世紀って何ぞやってところなんですけど、ですね、義手和人伝、まあその義書の東夷伝の和人伝だとか、そういうのはちょっともう素人なんですいません。もうそういうのはね、省いてきます、すいません。プロの方すいません。日本史空白の150年謎の 4世紀なんですけど、まあ、義氏は神殿247年卑弥呼が死んだ、神女の266年、おそらく伊予もしくは豊じゃないかと思われる和の女王の、まあ、使いが来ましたと。そっからの、神女413年和王さんじゃないかと思われる人物が、宝物を献上。これがね和王じゃないんじゃないかっていう説もあるんですけど、まあ大体ちょっとねここら辺じゃないか的な、ぶち込みで、僧侶の421年、和王さんがですね、朝貢してきて安東将軍和国王ということですね。まあ大体この247もしくは266から413もしくは421あたりのですね、記録が、中国の歴史上では途絶えてる空白になってる150年が謎の4世紀とされてます。なんですけど、中国の歴史書なんで、当然空白になってる期間はですね、何でしたっけ、56国でしたっけ、忘れちゃった、ちょうどね中国の大陸が乱れてる時なんで、まあ記録取ってる暇なんかねえよ的なね、感じだったんじゃないかなと思うんですけど、まあなんでちょうどね空白になってるのは中国さんのご都合もねあると思うんですけど、まあそんな時にちょうどね僕らもああちょっと乱れてるからどこに行ったらいいのやらってね、そんな感じの、150年だったのかもしれないですけど、じゃあその間の空白が、日本の歴史や朝鮮半島の歴史では残ってないのかっていうと、実はしっかりさっきのですね皇太道妃皇太王妃に書いてあるんですよね。じゃあそれと照らし合わせると日本の歴史では何なのかってところで、もう全然空白じゃありませんというところなんですけど、まあ先にネタバレしちゃうと、その空白のね
謎の4世紀に何があったかというと、まあ僕の、妄想案というか、まあ出しなんですけど、景行天皇の九州巡行、もしくはですね、景行天皇の九州遠征と、神宮皇后の三冠征伐、もしくは神宮皇后の、朝鮮出兵といった方がいいですかね、があったというのが、僕の妄想というか、まあ根拠をねちゃんとあります的な、まあやつです、説です。はい、なんでこれ全然ね多分僕ら習ってないんですよ、学校で。教えてもらったって人もいるかもしれないですけど、多分大多数の人は僕と同じようにですね、初耳ゆえにハマり、年を食ってハマりみたいなね、そういうのって戦前の右翼的なやつじゃねえのみたいなね、それはもうね、あの自虐史観にやられてる可能性がありますね。戦後の教育にやられてる可能性がありますね。じゃあかといって戦前の教育が全部いいかっていうとダメだと思うんですよ。なんでね、その間のダメとダメの間を抜けていく正解探しという感じでいいんじゃないかなと思ってるんですけど、じゃあ朝鮮半島の方の記録を見ていきましょうという感じなんですけど、新羅本紀の364年、和兵が退去して侵入で、まあ不意をついてね、和軍をこう殲滅しましたと、まああの子みんな勝ったみたいなね、みんなウィンウィンウィンみたいな記録なんですけど、まあそんなもんですよね。新羅本紀393年、和人が来て近所を包囲し塚も解かなかった、まあその後ね撤退していくのを追撃して和軍は大敗だということでですね、新羅は勝ったというやつなんですけど、まあ、こっちの皇太王妃、公会堂妃の方もですね、391年、そもそも百済新羅は高句麗の族民であり朝貢していた、しかし我が海を渡り百済新羅を破り臣民となしてしまったと、和軍やってきてね百済と新羅を月中しちゃったわけですね。その後、399年、百済は千年の誓いを破って和と内通したと、おやおやと。で 400年、5万の大軍を派遣して新羅を救援したということですね。まあ全然空白じゃないですよね。朝鮮半島の方の記録では、まあ和が当然出てきますから、もう日本が空白の日本史とか言いながらも日本がやってきたって記録が残ってるんで、なんていうかね、空白じゃないっすよという話でございます。なんでまあ、その朝鮮半島に日本軍がやってきてましたという話が、じゃあ日本史の方ではどこに合致するかっていうことなんですけど、後期2600年だとですね、神宮皇后は3世紀の人物とされてます。まあ200年代なんで、ちょうど卑弥呼が200年代なんで、まあ同じ年代なんで卑弥呼は神宮皇后なんじゃないかっていう説もありますね。 YouTube とかでも結構あると思うんですけど、まあそのね、魏の使者の人が来て、まあその女王国、日本の女王国だって勘違いするタイミングって、多分古代だと神宮皇后しかないんですよね。他はもう男性の天皇ばっかじゃないですか。だって女性の天皇じゃないですけどね、神宮皇后もなんですけど、まあその中外天皇早く亡くなっちゃって、まあ多分こう代わりにいろいろ実務をやられてたと思うんですけど、まあそう、女王国って書く勘違いポイントといえば神宮皇后しかなくて、しかも後期だと年代が合致してるんで、まあその同一人物説もわかるんですけど、まあ残念ながらこの後期の年代が間違っているのではないかと思いますってのが、まああの左翼さんはね、後期の年代は違う、だから全部嘘だっていうのがね、まあ左翼さんだと思うんですけど、いやいや、じゃああのね、後期は2600年だっていうのも戦前の教育のね、それも違うと思うんですよ。なぜならですけど、まあこの今の日本の後期を信じるとですね、まあ全部肯定するとですけど、神武天皇が127歳、あ、日本書紀のですけど、崇神天皇が120歳で崩御されていると。なんでまあ現代医療でも男性で127歳、120歳って結構厳しいっすよね。めちゃくちゃもうチューブとか通して医療ね、バチバチにやってもそこまできついと思うんで、まあこれは嘘だろうと。まあそういう100歳超えの天皇結構いるんで、まあそれは嘘だと言われちまいますわと。なんでまあその戦前教育は全部正しい、天皇陛下万歳、後期2600年っていうにはちょっと僕は、ご遠慮させていただきますという感じで、なんでまあそれが右翼と僕は思うんですよね。まあわかんないけど
で、じゃあかといって嘘だから全部なしっていうわけにはいかないと思うんですよ。そこはまた振り切りすぎじゃないかなと思うんですけど、まあこの抜群の修正なんていうかポイントというかねあってですね、僕ちょっと昔の頃見てた時は1年2歳論で覚えてたんですけど、最近はなんか春秋年とか言うらしくって、昔のね古代の日本人は1年をですね、春で1年、秋が来て1年で、春が来て1年、秋が来て1年みたいなカウントしてたんで、まあなんでこう2倍になってるというやつなんですよね。まあどこまでがとかはちょっとわかんないんですけど、なんで神武天皇は 63.5歳とかで亡くなってる、崇神天皇は60歳で亡くなってると思えば、まあいい生活をね、大王なんで、まあそのいい飯食ってればそれぐらい医療がなくてもいけるんじゃないかなと、思う年代ではございますよね。なんで、その1年を2つでカウントしていくとなると、まあどっかでねこう修正していくと分かるじゃないですか、本当の日本側の本当の記録が。もちろん古いやつはですね、神がかりやとかそういうなんかね、天から剣が降ってきてとか、イカ槌で岩を砕いたとか、そういうのはまあ全部嘘だと思うんですけど、まあ、ドラクエじゃねえんだからと、まあ、そういうのは嘘だと思うんですけど、じゃあ全部なしってのも、ちょっともったいない、せっかくの記録なんで、なんでその間を探していこうという感じなんですけど、その抜群のね年代調整ポイントということで、日本書紀の方で、神武皇后摂政52年九帝、これ朝鮮側のですね、金将皇の使いとされている九帝とですね、筑摩長彦が日本に来ましたと、まあ、この外交官みたいですけどね、大和王権側の、七何だったっけな、また忘れちゃった、七さやのたちだったかな、何だったっけな忘れちゃった、のたちと、七つ子鏡だったかな、これなんか読みにくい名前だなと思ったけど忘れちゃった。献上って、まあこう、日本書紀の方で記録が残ってて、で、実はこの七支刀にですね、磯の神神宮の七支刀に、もう刻まれててですね、ちょっと削れちゃって読めないところがあるんだけど、まあおそらく大和4年、その、刀身の年号大和の音を当てはめた感じのやつで、まあおそらくここは369年の大和4年じゃないかと、されてます。なんで神宮皇后摂政52年と、まあちょっとラグはあるかもしれないですけどね、大和4年がまあ大体、それぐらいだろうってことで、369年372年ぐらい説みたいのがあるんですけど、なんでこれをですね軸に、なんでまあせっかくね刀にも残ってるし日本書紀とも合致してるってなるとですね、そこを軸に、1年2歳でこうコロコロコロっと回していけば見事にこう年代が分かってくるんじゃないかということなんですけど、ですね、で神宮皇后の旦那さんは中愛天皇なんですけど、そのおじいちゃんが景行天皇で、まあこの親子3代でですね九州に攻め入ってるんですけど、まあ攻め入ってるでいいか、景行天皇、大和猛、中愛天皇、神宮皇后の旦那さんが中愛天皇で、そのお父さんが大和猛で、そのお父さんが景行天皇なんですよね。なんで親子3代で九州の、まあ、熊曽征伐だから土蜘蛛との戦いってやつで行ってきてるんですけど、まあ、その年代を調整していくとおそらく300年頃4世紀の初めぐらいが景行天皇の九州遠征スタートじゃないかなという感じがします。もちろんですね、大和猛も、まあ、実在してない人物と言われてたりして、まあ、エピソード的にねあっち行ってこっち行ってあれやってこれやってみたいな、一人の人間で古代で無理じゃねみたいな感じない、それは持ってあるエピソードはあると思います。実は何もやってねえみたいなパターンもあるかもしれないですね。まあ水戸黄門じゃないですけど、まあ実は大和猛はどこにも行ってなくて、その部下が行ったエピソードいただきみたいな、もりもりみたいな感じかもしれないですけど、まあそれはなんで全部 100% この人は大和猛の記録ですっていうのは無理だと思います。神宮皇后も
まあその魚がね、あの船を担いでとかそういうの無理じゃないですか。そんなあるわけねえだろって話じゃないですか。まあそれはなんで、そういうエピソードはがっつりもうなしなしなしだとしても、でも一応神宮皇后がいなかったってなると、じゃあ中愛天皇は誰と結婚したんですかってなるし、じゃあ応神天皇は誰から生まれたんですかって、そこに誰か女性はいたはずじゃないですか。まあそれはね、実は韓国じゃねえ、あの朝鮮半島には行ってませんとかね、三冠征伐の頃実は神宮皇后家出たらゴロゴロしてましたとか、そういうのはあるかもしれないですけど、誰かがそこに女性がいないとはまんないわけじゃないですか、こう系譜として。なんでまあいなかったってのは無理じゃないかなと、まあ逆に思うんですけどね。はい、そういう感じでですね、じゃあ日本史空白の150年、謎の4世紀は空白じゃない説でございます。これが、ない説といっても、だってもう書いてあるんだもん、朝鮮半島の記録に。中国の記録では書いてないけど、朝鮮半島ね、皇太道王妃、皇太王妃には和軍がやってきたってね、300年後半の方に来たよって書いてあるんですよ。で、新羅本紀にも和軍がやってきたって書いてあるんですよ。で、七支刀で年代を調整するとですね、おそらく369年がこう大和4年、神宮皇后摂政52年じゃないかって、こうガッチポイントもありつつ、神宮皇后のところでではですね、三冠征伐といって朝鮮側に、まあそのエピソードとしてはなんか行ったらみんな降伏したみたいなやつですから、さすがに無理だと思うんですけど、まあそういう話もあるんで、まあいろいろ合致してるポイントもあるし、全然空白じゃないんじゃないかなという、話でした。以上でございます。ちょっとね、配信時間が自動配信録画スタートになってなくて20時から喋ってたんですけど、すいませんでした。